こんにちは、エウレカです。今回はランカちゃんの新作フィギュアが展示されているということで、秋葉原へ行ってまいりました。レポート動画をお送りさせていただきます。こちらエウレカスタジオでは趣味のマクロスに関する動画をアップロードしております。イベントに行ってまいりました。グッズを開封しました。そんな感じの動画を雑談交じりでお送りしております。よろしければチャンネル登録していただきまして、エウレカスタジオチャンネルページに再生リストをまとめてございます。あとは概要欄にもリンク貼っておりますので、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。では早速見てまいりましょう。秋葉原へ行ってまいりました。オタクの聖地ですね。といってもここのところ池袋でマクロスイベントとかが頻繁にやっておりました。あと新宿に行ったら丸いのアニメ専門館みたいなところもありますので、まあ秋葉原がオタク、秋葉原だけがオタクの街っていう感じでもなくなってきております。ただ何度言ってもワクワクしますよね、秋葉原。見るところがいっぱいあります。ほんと一日じゃ足りないぐらいなんですよ、あれこれ見ていると。ということで、秋葉原駅の電気街口を出て右手に行きます。魂ネーションズストア、ここからまず覗いてまいりました。11月17日から19日、秋葉原の街あちこちで魂ネーション2023ということで、フィギュアの祭典といった感じですかね。バンダイさんの商品の展示がされる、そういったイベントがございます。昨年2022エウレカさん行ってまいりました。レポート動画、それもね、過去動画に入っております。ぜひご覧になってみてください。でこちら展示されておりましたのが、まずデラックス超合金、これがなんかイベント、記念商品って書いてありますが、これ去年あたり見たような気がするんですよ。どこで見たんだったかな、去年の魂ネーションだったのか、それともこれじゃないバルキリーを見ていたのか、ちょっと思い出せないんですが、わかりますか？ VF1 バルキリーなんですが、ストライクパーツ、これらがスケルトンになってるんです。足の太ももの部分、中身が透けてるの、わかりますか？あとは、ストライクパーツのところ、向かって左手側、連装ビーム砲、ここが中身透けておりまして、向かって右手側、マイクロミサイルポット、これに関しましてはほぼほぼ中身丸見え状態になっております。スケルトン、男の子の夢ですね。かっこいいと思います。お値段が33,000円税込みって書いてありますかね。デラックス超合金、だいたい25,000円前後で売られております。これがね、スペシャルバージョンということで値段が高いですね。ちょっと拡大写真も撮ってみました。いいですね、スケルトン、中身が見える、もうそれだけで高級感ってわけではないんですけど、とてもワクワクしますよね。33,000円、このデラックス超合金って年間にしたら何体発売されているのかっていうぐらいいっぱい出てますね。この次に出てくるのも、はい、来年2024年1月にリバイバル再発売ということですね。アルトキナイトメアプラスのアーマードバージョンでございます。いやー、なかなかこれもかっこいいですよね。デラックス超合金、これらを集めてたら本当にいくらお金があっても足らないと思います。でもちょっとさっきのスケルトンのは欲しいな。はい、エウレカさんも一応デラックス超合金持ってはいるので、そのうち開封動画をお送りしようと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録していただきまして、これからもお付き合いよろしくお願いいたします。そしてちょっとタイニーセッションセッションセッション、ちょっと噛みまみた。展示は、ここの展示は
レイナとマキナ、この2種だけでした。でも一応売られておりますのはワルキューレメンバーミクモちゃんを除く4人が売られておりました。そしてこれ超時空世紀オーガス、まあ、これも、うん、そういうことですよね。はい、あとはこの第2セッションなんですが、これですよ、これ魂ネーションズストア限定商品ということで11月発売。これまさに魂ネーション2023で発売が開始されるんでしょうか。メタリックカラーということですね。メサイヤちゃんの両手のひらにシェリルさんとランカちゃんを乗せることができるという第2セッション、お値段5,720円、税込み。ちょっと高め、他のタイニーセッションと比べると高めにはなっておりますが、まあ限定商品、これもなかなか楽しみでございます。でね、これらが売れることによって次のタイニーセッションのシリーズが続くかもしれませんのでね、ぜひちょっと11月魂ネーション行ける方見に行っていただいて、タイニーセッション購入してみてはいかがでしょうか。応援しましょう、マクロス応援しましょう。そしてこの魂ネーションズストアに関してなんですが、他の場所にもございます。ちょっと通りを挟んだ向かい側のお店、こちらにはポスターがありましたが、このポスターちょっと古いですよね。11月18日発売って、これ去年の話ですよ、それこそ。ここ書き換えておいた方がいいですよね。2022年発売済みとか書いておいた方がいいと思います。でこちらの方の展示はワルキューレ5人と、あとランカちゃん、ミハエル機に乗っかったランカちゃんの展示はありました。でこのタイニーセッション購入すると、もちろん変形可能なおもちゃがついているんですが、この台座に貼られているシール、これね自由に貼ってくださいということで、各キャラクターの可愛い絵のシールがついてくるんですよ。台座に貼る、ああなるほど、なかなかいい使い方していらっしゃいますね。可愛いですね、いいと思います。そしてこちらは、あ、これもミハエル機ですね。デラックス超合金のリバイバル、これもリバイバルバージョンなんですが、すでに発売済み、今年の9月23日に再販済みというふうな商品も展示されておりました。関係ないんですが、スタードライバー輝きのタクトからタウバーンでございます。アニメ見たことありますか？おすすめでございます。スタードライバー輝きのタクト、イメージ的に本当にマクロスをの、まあ、パクリではないですけど、マクロスをだいぶ意識しているんじゃないのかなっていう感じの作品でございました。とても面白いです、おすすめでございます。ギャグアニメっていう風に見ていただいた方がいいかな。で、本題のグッドスマイルカンパニーポップアップストアにやってまいりました。これ半年、いやもうちょっと前かな、にシェリルさんの新作フィギュアの展示というところで見に行ってきました。まあその時も同じようにポップアップストアってやってたんですが、全く同じ場所ですね。何なんでしょうか。いつも同じところにポップアップする、うん、たまに閉じたりする、そういうことなのかな、ちょっとよくわかんないですけど、まあとにかく以前もやっておりましたグッドスマイルカンパニーさんのポップアップショップ、同じところでやってました。オフィスビルなんでしょうね。これ上を眺めてみますと、ここら辺わかります？フィギュアとかがこう飾られているんですよね。うん、好きな人いっぱいいらっしゃいますね。はい、入り口入ってまいりましょう。この初音ミクちゃんのこのバカデカ人形も前も飾られておりましたね。こちらを見つめております。なかなか可愛いですね。10月の14日から10月の25日ということで、もうポップアップの期間は残念ながら終わってしまいましたが、一応エウレカさん期間内に見に行くことができました。入り口入ってすぐ左手にショーケースがあります。これから発売されるフィギュア関係がこんな感じで展示されておりました。今回のメインがこちら、ランカちゃんでございます。シェリルさんのフィギュアが先に発売されるということで、前回ここにシェリルさんのフィギュアを
写真撮りに来たタイミングでツイッターキャンペーンっていうのをやってたんです。でなんかその写真をそこで写真シェリルさんの写真を撮ってツイートしたら3名様にフィギュアプレゼントしますよっていうのがエウレカさん実は当たりましていやだったらランカちゃんも買わなきゃいけないでしょう。ということで予約受付中でございます。シェリルさんの予約はもうすでに終了いたしました。ランカちゃんの予約はまだ受付していたと思いますね。ネットの方でご覧になって見てみてください。あ、後でリンク貼っておこうかな。よろしければリンク貼っておきますのでそちらの方から覗いてください。量晴れてな、締め切りになっちゃってたらごめんなさい。金額の方が3万6000円税込みということなんですが、アマゾンさんで買いますと3万円ぐらいで買えるんです。ここいら辺のフィギュアってお値段高いんですよね。プライズ、クレーンゲームとかで取れるフィギュアとかは結構値段は安いんですが、こういう風にね、造形にかなり手を入れているフィギュア、お値段。いいお値段するんですね。そしてランカちゃんとシェリルさんのフィギュアがこのグッドスマイルカンパニーさんから発売されます。それだけじゃなく実はアマテラスつくよみ、衣装のシェリルさんランカちゃんというのも発売されるし、時の迷宮のあの衣装のシェリルさんとランカちゃんのフィギュアも制作中ということで、とにかくフロンティアのフィギュア多すぎ。なぜデルタのフィギュア出てくれないんでしょうか。ファルキューレ5人分作らないといけないから大変ってそういうことなんですかね。ぜひぜひね、またちょっとミクモちゃんのフィギュアとか出してほしいものでございますね。ちょっぴり違うアングルからも写真を撮ってきました。この浮かんでいる感じなかなかいいですね。このデザインはもともとマクロスフロンティア10周年記念でエバッタさんがデザインしたものを立体化しております。いやーすごいですね。エバッタさんのデザインセンスっていうのも素晴らしいと思います。ちょっとまた角度を変えて、どうなってるんだこのふわもこスカート、かぼちゃパンツかなと思って覗き込んでみたらなんか空洞になってました決してそういう気持ちで写真を撮ってきたわけではございませんからね。あくまで探求心でございます。このかぼちゃパンツどういう風な仕組みになっているのかと思って写真を撮ってきただけですからね。はい、エウレカさんそういうこと考えてるわけではないですよ。でそのランカちゃんの手前に飾られてたこのフィギュアなんですが、店内に行ったらポスターが貼られてるんです。ランカちゃんのポスターはないのにこっちの後藤ひとりさんのポスターはあるんですか。ランカちゃんのポスター作ってください、よろしくお願いしますで、このグッドスマイルカンパニーさん、まあ、プラモデルとかの販売もありつつ、こういうフィギュアがいっぱい販売されてるんですね。お値段高いものでいきますと、こちらカードキャプターサクラ見たことはないんですが、そして進撃の巨人、いやこれこんなこんないかついの欲しい人いるのかな。まあいろんな好みの人がいらっしゃいますからね。あと、まあ、18禁っていうほどではないんですが、エッチーフィギュアも展示されておりました。ということで、ランカちゃんの新作フィギュアの写真は完了いたしました。秋葉原練り歩いていきましょう。プラモデルの、中古のプラモデルショップですね。駿河屋さんです。ここいつも寄るんですよ。いろいろレア物がね、置かれていることが多いので、秋葉原に行ったら必ずここ寄るようにしているんですが、もともとあったこのシェリルさんとランカちゃんの黒バージョンが売り切れて、今度白バージョンが入荷されておりました。まあエウレカさんこれ持っております。はい、そしてバンダイさんの三段変形するバルキリーのプラモデル、下の
フレイヤちゃんのやつはエウルガさんこれ持ってます。1万円だったかな、税抜き、税込み1万2000円とかで買いました。ただまあもちろんプレミアついてるのはわかるんですよ。これ板バルキリー仕様なんです。このフレイヤちゃんのステッカーをバルキリーにペタって貼ることができるようになっておりまして、ただただこの上段に置かれておりますのが劇場版の、ミラージュさんのバルキリー、こっちの方が値段が高いんですよ。スーパーパックを装備しているので定価自体はもともとこのミラージュさんが高いっていうのはわかるんですが、プレミアついて、まあ、それでもなおかつミラージュさんの方がお値段高い。最近ミラージュさん人気が再燃していると、そういうことなんでしょうか。もう一丁見てみましょう。こちらは長谷川さんの、ファイターモードのミラージュ機になるんですが、これもプレミア価格になっておりますね。お値段倍ですよ、元々の。すごいですね。ミラージュさん人気、盛り上がっているようでございます。あと、VF27 ガンマ、ブレラお兄ちゃんのバルキリーでございます。これも三段変形するバンダイさんのやつの裏面の写真なんですよ。これを見るだけで欲しくなっちゃいますよね。あと、もう一つありました。VF27 ベータ。これはグレイシさんのバルキリーになります。これが一般機になるみたいなんです。指揮官機だと、なんかね、角が生えてる。ブレラお兄ちゃんが乗ってるのはね、こういう風に角が生えてるんですけど、この一般機の方は、この両サイドの角が生えていないということでね。実際劇中ではグレイシさんが乗っていたわけではないんですが、そういう設定で、作られているみたいですね。パイロットスーツ姿のグレイシさん。いいじゃないですか。なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、これはシェリルさんのイタバルキリーもプレミア化しておりますね。もともとホビーオフで1000円で売られていたものが、こちら駿河屋では2600円になっております。あと、ここの右上、これはガオークモードのスーパーガオークですね。VF1-0 になるんですが、よくよく見てください。このボックスの部分なんですが、500って書かれてますよね。そう。定価、税抜き500円が、今税抜き2600円で売られているということですよ。どうでしょうか？レースクイーン姿の早瀬美沙さんでございます。麗しいですね。ここもね、同じようにスーパーバルキリー。これは、これはバトロイドモードになるのかな？これももともと500円のが2200円になっております。同じシリーズですね。これもなかなかいいですね。ミンメイさん、チャイナ服のミンメイさんに、ミリアファリーナですね。このボックスアートを見るだけでも本当に楽しむことができますからね。それぞれ500円のシリーズ。もともと500円ってめちゃくちゃ安いと思うんですけどね。すごいなぁ。そしてここの下に並んでおりますのがトミーテックのジクフリちゃん。早敵になります。この右側の方はエウレカさん持ってるんですよ。もうちょっと安く買えたような気がします。2900円、3000円、そのぐらいで買えたような気がします。で、こっちがバトロイドモード、ファイターモードの方がちょっとプレミア値が高いみたいです。両方揃えるとガウォークモードを作ることもできるっていうキットなので、ちょっとこのファイターモードが欲しかったんですが、残念、ちょっとプレミア値が高すぎて諦めました。7700円。高い。そしてやってまいりました、天神秀隆さんデザインのバルキリー、ワルキューレカラーバルキリーですね。ワッペン入りとなってございます。14000円。これエウレガさん全部揃えることできました。ワッペンはプラモデル自体はちょっとレイナのバルキリーだけは手に入れることができませんでしたが、はい、14000円、いいお値段でございますね。最近ハマっておりますのがこの青島さんの種類の VF ガール。まあもともとね、一番初めに発売したのがこのジックフリちゃんが VF ガールとしては一番初めの発売だったのかな。なんか
バルキリーの擬人化だかなんかよくわかんないけど、こんなのことして意味あるのかなとか最初の頃は思っておりましたが、いや今見てみると、いやいいですね。全部揃えたくなっちゃいますね。メサイアちゃん、ジクフリちゃん、カイロスちゃん。で、これが35周年記念カラーに VF31 でスクルドちゃん。まあ、なんかね、いろいろこのキャラ、単なるバルキリーの擬人化とかではなく、キャラクターの設定っていうのがあるみたいで、マクロスデルタのテレビシリーズでボルドール人っていうのが出てきましたね。あの、獣耳の惑星です。ララサーバル隊とか出てきたところですね。そう、そのボルドール人がモデルになっているみたいなんです。で、なおかつ、これは、VF31 で練習機でタンデム2人乗りなんですよ。なのでこれ VF ガールを2人乗せることができるやつみたいで、へえ、いや面白い、これもなかなかいいなと思いましたが、お値段まあそこそこいいお値段するんですね。まあまずはランカちゃんです。VF ガールランカちゃんを全部組み終えてからそこから先に進むようにしようと思います。で、これが VF ガールシリーズで一番最新のカイロススペシャルかな、スーパーパック違うな、スペシャルでよかったと思います。いろいろこの武装を追加したりできるみたいですね。これはちょっと地元に帰ってきてからの写真になるんですが、わかりますか？YF29 マックス機のデュランダルが 1,2,3,4,5 箱ありますね。エウレカさんが行った時6箱売られてたんですよ。で、エウレカさんが1箱買いました。残り5箱そのまま残っております。エウレカさんの地元で売られております YF29 デュランダルマックスキー、欲しいっていう方いらっしゃいませんか？もしいらっしゃったらコメントください。エウレカさんが買い、ま、あの代わりに買っておきますから、お声掛けください。これガンプラコーナーがあるんですよ、ドンキホーテに。なんちゅうか穴場でしょうね。ビッグカメラとかそういったところのプラモデル売り場では整理券とかが配られてたりして、このデュランダル普通に完売しているみたいなんですが、場所によってはこういう風にまだ売れ残っているところもあるみたいですのでね、よろしければお声掛けください、コメントください。はい、ということでちょっと見回りしている最中のお汁ご飯でございます。ちょっとビール飲みたくなっちゃってビール飲みました。博多ラーメンですね。博多ラーメン、博多豚骨好きなんですよ。しかも替え玉10円ということだったので、はい、替え玉もしました。結局替え玉2つ頼みましたね。それでもたったの20円ですよ、安。ビールもおかわりしております。さあ後半戦やってまいりましょう。次は秋葉原ゲーマーズさんです。こちらはワルキューレコーナーというよりかは、あの店員さんがポップを手作りで飾り立ててくれていらっしゃいますので、とっても楽しむことができるんです。秋葉原行かれましたら電気街口出てゲーマーズ本店、ぜひ覗いてみてみてください。これはちょっと前から飾られておりましたポスター類ですね。安野さんと大山さん、そして来年の1月に発売されるマクロスデルタワルキューレ音楽大全かな、はい、予約受付中ということで、ぜひとも予約しましょうね。アクスタ5体セットがついてくるということです。手作りのポップこんな感じですね。これもね、なんかポスターか何かかなと思ったら、サイトから多分コピーして印刷しているだけなんですね。あとはキーホルダーも、これと実物大なのかな、それ高さが10センチとか確か書いてあったと思います。いやこれ見てみるとめちゃくちゃでかいぞ。いや楽しみでございますね。これもちょっとリンク貼っておきますので、予約まだという方、はい、ワルキューレファイナルライブツアー2023ラストミッションの円盤、ぜひとも予約しましょうね。はい、こんな感じで、なんか結構
ね、手作りのポップで飾り立ててくれてるんですよ。まあミラオンのやつとかもこんな結構細かく書き込まれております。でこちら遠山さんのコーナーです。店員さんが遠山奈緒さんのファンの方がいらっしゃるんですかね。店員さんになんかすごいラインナップが、ラインナップがすごいですね。で遠山さん、日本武道館でもライブ、ファーストライブかな、日本武道館でもライブやってるということで、すごいですね。遠山さんすごいです。色紙もいっぱいあります。そしてこちらは安野さんのコーナーからの西田のぞみさん、鈴木みのりさんのコーナーとなっております。ジュナさんだけないですね。別のところにあったのかな。取りそびれているのかもしれません。これ多分ポケモンのキャラクターですよね、おそらく。鈴木みのりさんのコーナーからの、あとは色紙、安野さんと、あ、ジュナさんのサインここにありましたね。はい、こんな感じでいろいろ見て楽しむことができますので、ぜひとも秋葉原行かれたらゲーマーズ覗いてください。予約受付中ということで、予約カードを持っていくだけで予約できます。そして先ほども言いましたが、リンク貼っておきます。 Amazon さんで予約するとより安く購入することもできます。初回特典なしのものであれば5000円引きでね、買うことできますのでね、ぜひともエウレカさんのリンク概要欄に貼ってありますので覗いてみてください。あとワルキューレ音楽大全ですが、これ普通に何だろう、この5体セット付きなのかと思っていたらですよ、ここよくよく見るとですよ、アクリルスタンド本体価格が1870円、アクリルスタンド付きが2000、アクリルスタンドセットが2750円、合わせて4620円。ただ単純にアクスタセットで売ってるだけかいって思いました。まあでもいいですね、三田さんデザインのこのワルキューレのアクスタが付いてくるということで、これもぜひ皆さん予約しましょうね。で秋葉原をうろついておりましたら、そう、マクロスシューティングインサイト、来年1月25日に発売となりますプレステ5版を予約しておりますので、買わなきゃなとか思っておりました。はい、秋葉原見ていたら売られておりましたので、一応プレイステーション5型番が3つあるみたいですね。1100、1200、1200になると重量がちょっと軽くなって冷却性能も良くなって消費電力も低くなるということなので、これ売られてたの1200なんですよ。でディスクドライブ搭載バージョンでしたので、ああいいじゃんって思って買いました。地元に戻ってきて他のハードオフを除いたら1100が税抜きで5万5000円で売られておりましたので、あ、秋葉原で買って、いや本当に良かったなと思います。単純に新品で買えばもちろんメーカー保証が1年間電気屋さんの長期保証とか加入すれば、長期そういったものもあるかもしれないんですが、普通に中古メルカリとかで買ってしまいますと保証がついてこないんですね。ハードオフさんはこういう風に、メーカー保証とは別にですよ、中古品でも店舗での保証を用意してくれておりますので安心でございます。ハードオフさんで購入することをお勧めいたします。これは中身ほぼ新品でした。開封した形跡はありましたのでね、ただ付属品とか全部ビニールに入った状態でね、封入されておりましたので、なかなか良かったです。お家に連れ帰ってきましたよ。でこのプレステ5のその軽量化の話についてなんですが、これ気になるんですよ、この両サイドのなんすかこの襟ヤンキーですかって襟立ててる、いやその襟ちょびってしまえばいいのに、これ単なる外装パネルなんですよ。ここに放熱機能があるわけでもなさそうなので、これが例えばアルミとかで、ね、作られてて放熱のために表面積を増やしてるんですよだったら分かるんですけど、単なるプラスチックでね、こんなとんがらせても意味ない気がするんですよ。削り落とせばいいのにって思いましたが、
ということで、秋葉原の旅、たっぷり楽しんでまいりました。まあ、皆さんもね、よろしければ、秋葉原行ってみたら、行った時にはそのフィギュアを見たりですね、いろんな展示とかありますので、そういったところを覗いて、なんとなくテンションが上がったら、マクロスグッズ買ってみてください。そういったところ一つ一つがね、マクロス作品の応援につながりますからね、ぜひともグッズ、円盤とか購入しましょう。でね、このプレステ5に関してなんですけど、ちょっと気になったのが、これエブリカさんが生放送で使っておりましたプレイステーション3のコントローラー。ただね、これはね、デュアルショック3とか書かれてないので、ここに中に要はバイブレーションがついてない、ほんと単なるコントローラーですよね。これ軽いんですよ。先ほど重量を測ったら 138g でございました。で、これはマクロスデルタスクランブルプレイステーションビータ TV で使ってたやつです。デュアルショック3と書かれておりますね。ここにモーターが入っておりますね。もうこれは確かに重量あります。で、測ってみたところ 172g でございました。まあ 1.5 倍っていうほどではないですが、まあ、ちょっと重くなりますね。で、今回のプレイステーション5のコントローラーなんですよ。これが重量測ってみたら 284g 重っ。このバイブレーション機能がついてないやつの倍ですからね。いや、これ 500ml のペットボトルのまあ半分の重さではありますけど、いや、これちょっと疲れるだろう、重たいだろうとかもちょっと思いましたが、まあでも新しいゲーム機ということでね、まあちょっとワクワクしております。まあこれからね、いろいろこんなそのマクロスシューティングインサイトも発売されますのでね、ここら辺も使って生放送とかやっていこうと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。そうしましたら今回はこれにて終了です。お付き合いありがとうございました。冒頭でも申し上げました、過去動画もご覧になってみてみてください。よろしくお願いいたします。そうしましたら今回もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。手前にフィギュア置きすぎたわ。